いいわよね、ガラス玉って。当たる光によってガラスも、そのガラス越しの景色までもいろんな色に変化するから。ガラス越しの景色？ほら、花子のお顔もガラスが映ってまだら模様になってるわよ。ははーん、お母さん、それは違うのでし。これは学校の図工の時間に芸術が勢い余って顔にまで飛び跳ねた姿なのでし。すぐに顔を洗ってらっしゃい。そのまま顔に染みついちゃうわよ。それは困るのでし。おてんばさんなんだから、確かに天才画家の絵は落書きと紙一重だったりするわね。そうだ、今日は花子にあの話をしてあげましょう。ベッド。おう、ケイスケ。おーい、我が劇団の看板俳優、ケイスケくん。野田さん、大きな声出さないでください。近所迷惑です。だってケイスケが構ってくれないから。野田さん、ご自分の胸に手を当ててよーく考えてみてください。さあ、俺が無視する理由はわかりましたか？俺だって騙されたんだぜ。むしろ被害者なわけよ。友達逮捕されたし、俺の指紋も検出されたからって事情聴取にも行かなきゃいけなくなってさ。十分理解されていないようですね。ではこれで。今日はそのことで、いや、むしろ罪滅ぼしのために来たんだよ。お前今もあのせんべい布団で寝てるんだろ。フローリングに直じゃないだけマシですよ。それに布団は硬い方が骨にもいいってどこかの誰かが言ってました。そんなお前をかわいそうに思ったファンがこれをプレゼントしてくれたんだよ。じゃじゃーん。こんなのプレゼントなわけないでしょ。どうせどっかで見つけたやつを1万円で売りつけようって話でしょ。いりません。いやん、ケイスケちゃん、完全に人間不信。人間不信にもなりますよ。殺人者の中古車買わされた身にもなってください。悪かったって謝る。じゃあこうしよう、あの時の代金は返す。それでチャラで、これはファンからの贈り物をただ届けに来ただけ。以上、あい終わり。さあ、部屋に運び込むよ。重たいから手伝ってくれ。いりません。で、引き取っちゃったっと。今回は野田さんのものじゃないしね。ファンの子もよく俺から直接チケット買ってくれる子で、顔もわかってる子だから大丈夫だよ。あの野田さんを経由したっていうのが全く腑に落ちないのよね。でも公演終わりに、はい、プレゼントのベッドですって渡されても困るだろ。まあそれはそうだけどさ。配送料の分チケット代に回したいって言われて、野田さん2つ返事で購入した店舗まで取りに行ってくれたんだってさ。それは罪滅ぼしのつもり？そうみたい。あの時の1万円も返してもらったし。それなら悪意はないのかも。本当に罪滅ぼしかもね。だろ？そしてちょっと寝転がってごらん。うわぁ、ちょうどいい硬さ。これ沈み込みすぎなくていいかも。この間布団見たらカビ生えてて買い替えなきゃと思ってたからちょうどよかったんだよね。嘘？いつ？6月の梅雨時期。私もこの間泊まった時、そのカビ布団に寝かされてたの？あはは、言わなきゃバレないかなって。ケイスケ、私今日泊まってく。ケイスケはあのカビ布団で寝て、私このベッドで寝るから。そんな。シングルサイズのベッドなので、二人では若干の窮屈感がある。必然的に俺はカビの生えた布団で寝ることになった。くそー、布団なんか次のゴミの日に細かくちぎって捨ててやる。ああ、よく寝た。だろうな。くそ、こっちはカビのお化けに追いかけられる夢を見たぞ。よく考えてみて、ケイスケ。このベッドのプレゼントがなかったら、あなたはもともとその布団で寝るはずだったの。わかる？それもそうでした。でもね、私もそんなに夢見は良くなかったな。なんか暗い部屋でお菓子をボリボリ食べる子がじっとこっちを見てる夢でさ、一瞬なんだけど気持ち悪かったな。無遊病じゃない？お菓子の袋、ゴミ箱に捨ててあるよ。嘘？私が食べたの？いや、そうなのかも。最近ダイエットしてて、お菓子食べてなかったから。はは、それじゃあダイエットも夢のまた夢だな。しかし、それからしばらくおかしなことが続いた。どこかから水の音やゴソゴソという音、捨てたはずのない食べ物の袋、そして閉めてもいない便座カバー。男の一人暮らしは便座カバーを上げっぱなしにすることが多く、たまに美里に怒られるのだが、最近は全くと言っていいほどそれがない。そこで俺は稽古に使用しているビデオカメラを自宅に持ち帰った。
そして稽古場で再生してみた。そこには恐ろしい光景が映し出されていた。ベッドの中に女が住んでる。運び込んだ時ベッドはかなり重かった。要はその時からこのベッドの中にある程度長居ができるよう飲み物や食べ物、そして簡易トイレを持ち込んでいて、俺が部屋から出るとそれらを捨てたり補充してたのだ。俺はすぐに警察に通報した。俺は警察と一緒に家の前まで行き、逆上すると危ないのでと別のパトカーの中で待機。連れ出された女が野田さんの言っていたファンの顔とカメラ内の女が一致したことを報告すると一旦家に帰された。しかし警察がめくっていったベッドマットの裏側は見たくもない光景だった。彼女は私、ミサト殺す。ケスケは私だけのもの。ミサト一人になったら殺す。ケスケが怒ったら私もケスケ殺して死ぬ。びっしりと書かれていた。はい、おしまい。人気者も困っちゃいますね。ファンからのプレゼント、良いものほど受け取るときは注意が必要ですね。おやすみ花子。皆さんも良い悪夢。